めちゃモテないサックス、ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆さん、こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤淳と申します。知っている人は知っている、初めての方は、Nice to meet you! もう、2ヶ月に1回ぐらいの更新が当たり前になってきました。安否確認のための YouTube みたいなことになっておりますが、近藤淳も、とも子大先生も、元気でやっております。今日はですね、スターダストレビューさんの、木蓮の花という曲を演奏するんでございますが、とも子大先生がとってもファンでございまして、この間、コンサートに、実は行ってきたんでございます。川崎でスターダストレビューさんのコンサートがあったんですけど、迎えに来いということで、私迎えに行きました。早く着いたんで、駅の近くのなんか大きなこう、ところでね、ブラブラ、時間潰してたんですね。で、なんかこの食べるもののところに行ったらまた、いっぱいいろんな美味しいものが売ってて、でそこにシウマイ弁当があったんですね。ああ、シウマイ弁当きっと食べるだろうなと。焼き鳥も売ってて、焼き鳥も一本かかって。で、サラダも売ってたんですから、サラダも。何グラムとか買って、美味しそうなやつを買ってですね。そして、迎えに会場の前でずっと待ってたんです。そしたらアンコールがなんかたくさんあったみたいで、なかなか出てこないんですけれども、私は待ってたんですね。それで、まあ、感動して帰ってきまして、スターダストレビューさん、本当に素晴らしかったそうでございます。はい。帰りの車の中で、私が買い置きましたお弁当を差し上げましたら、ぺろりと食べながら、本当に美味しい美味しいと。シウマイ弁当はうまいですね。何の話をしてるんでしょう。それで、木蓮の花、ああ、もう、僕らの習って確かいい曲だよね。じゃあ、ちょっと演奏してみようかなっていうことになりまして、歌を聴きましたら、本当になんかもう、本当に歌が素晴らしくてですね、歌にはもう到底かなわないんでございますが、作詞演奏してみました。少しアドリブ最後にちょっと吹いてみました。それでは、ぜひ聴いてみてください。木蓮の花、どうぞ。Thank you.
はい、ウクレの花いかがだったでしょうか。本当にいい曲ですね。歌い込めるっていうか、サックスでももう歌聞いたらね、歌にはかなわないんですけど、もうでもすごくなんかこう歌い込めていけるいい曲だなーって思いました。僕も次回のコンサートは友子大先生とぜひライブ会場に行きたいなと思っております。はい、ここで大変重要なお知らせがございます。来たる6月11日にですね、じゃじゃーん、ピアニスト小杖さんのアフタヌーンコンサートに呼んでいただきました。場所は高野文化センター。1時半オープン、2時からコンサート開始、アフタヌーンでございます。高野文化センターへ行くアクセスなんでございますが、三郷駅、三郷中央駅、JR 松戸駅、そこからバスに乗ってですね、詳しくは友子大先生が下の方の欄にこう書いてくれると思うんですけども、あとは駐車場もございますので、どうかよろしくお願いします。はい、なんとこの小杖さんと私のアフタヌーンコンサートのチケットはですね、前売りが1000円で、当日は1200円。どうか近い方も遠い方もぜひいらしてください。私トークの腕を磨いてトーク中心でお送りいたしますので、あ、もちろん演奏もいたします。演奏予定曲は踊り明かそう、パッパッパッパーンパッパッ、あれをやるんです。いろんな楽器並べながら、これ必見です。はい、それから僕の好きなシェルブールの雨傘やったり、インナセンチメンタルムードやったり、スターダストやったり、あとアニメのメドレー、コナンとかルパン三世とか宇宙戦艦ヤマトとか、そういうのも小杖さんと二人だけで、はい、今絶賛友子大先生がアレンジをしてくださっておりますので、それを演奏したいと思っています。あと小杖さんのオリジナルの曲も参加させていただきます。もちろん小杖さんのピアノのソロもたっぷり聴けると思いますので、どうか楽しみにしてください。小杖さんにはいつも仕事をいただいたりして、私のバンマスなんです、バンドマスターでございます。今回もアフタヌーンコンサートに誘っていただきまして、小杖さんありがとうございます。頑張ります。皆様ぜひぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい、リード祭りをやっておりまして、第2弾ですね、消しゴムを私お守りにですね、毎日頑張っております。次はリード1年を渡ることを何枚か出しました。はい、最後になりますが、私はよくピーポ君に捕まるんですけど、次は捕まると免停になるのはお話ししたと思うんですけど、もうあと2ヶ月ちょっとで 0.に戻るんですね。だからそういう時にやっちゃうじゃないですか。自分でアンチかけてはいけないなと思うんですけど、ものすごく気をつけて運転してるんですね。頑張ります。安全運転を。そして皆様、健康に十分注意されてください。今日はこの辺で失礼いたします。ピーポー、ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。